40代で3児の母となって、なおデビュー当時と変わらない透明感を保ち続けている女優広末涼子41歳。6月22日に放送されたテレ東音楽祭2022夏に MC として出演した際には、美脚も披露した白色のミニワンピース姿にネット上では綺麗すぎます、透明感えぐいなど絶賛の声が相次いだ。デビュー当初からショートヘアにショートパンツとボーイッシュな魅力を振りまき、そのファッションは常に注目されてきた彼女。2009年には日本ファッションリーダーアワードを受賞しているが、私服については個性的で知られているという。あるファッション業界関係者は言う。子供時代の広末さんは、いわゆる田舎のスポーツ少女で、スカートではなく、ショートパンツやハーフパンツばかり。色も女の子っぽいイメージの色などは大の苦手で、男の子っぽい服ばかりを選んで着るという、デビュー当時のイメージそのままの女の子だったそうです。ただ、もともとファッションに興味がなかったからか、用意された衣装を着ている時と私服のギャップがあるんです。昨年、週刊誌にキャッチされたファッションは、背中に雲が大きくプリントされた、かなり個性的なデザインのカットソーに、ケミカルウォッシュ風のデニムスカート、メタリックのサンダルというコーディネートが話題になりました。今年7月の誕生日で42歳になる広末。現在も仕事と育児、家事に追われる多忙な日々を送っているが、ファッション雑誌の企画で40代ママのおしゃれに挑戦するなど、これまで疎かったというファッションに興味を持ち始めている。